はーい。君のところって誰かいるの？あ、さんがいます。ちょっと映りたくないって言ってましたけど。ああ、じゃあ、どうか。話だけでも、今のうちに、もし聞こんにちく。あ、こんにちは。お久しぶりです。は。お久しぶりです。なんか聞きたいこととかあれば、今のうちに。聞きたいこと？聞きたいことあれば聞くけど。ちょっ今ちょっとと環境で大変でした。私自身のこと、そう、何環で境も。で大変で今参加させていただいております。ああ、そうですか。はい、よろしくお願いします。はい。おはようございます。はい、どうもご苦労さんです。はい。はい。じゃあ、まあいいや、みんな来る前だからね。中川くんのさ、内容なんだけど、僕も向こうの、疑問っていうか質問書、まあ、ざっと一回かそこらしか読んでないんだけど、なんであんな風にこの複雑になっちゃうかね、あなたの回答が。こんにちは。ああ、どうも、こんにちは。お久しぶりです。お疲れ様ああ、です。どうも。お元気でやってます？元気でやってます。お父さん、お母さんもお元気？元気です。そうですか。先日はありがとうございました。いやいや、いいチャンスだから、ちょっとお伺いしようと思ってたんだけど、実は、お母さんのところで、学会の幹部2人と、最初の時、行き合った時やったじゃないですか。あれは、僕はいつも、何かあっちゃいけない、法律的な問題もあったり、まあ、もしかしたら身に危害加えられる場合もあるので、常に記録に取ってるんです。どんな状況でも。で、実はあの時のあのミーティングっていうか、あの集まりも取ってたんですね。それで、内容的にはもう本当に学会が反論不能になってる姿なので、YouTube にあれを、もちろん個人名とか、そういうのは全部もちろんカットしてですよ。YouTube にアップしたいと思うんですけど、大丈夫ですかね？僕は全然大丈夫です。一応お父さんお母さんにも確認取っといてくれます？わかりました。それと、実はね、このパソコンでこういうふうに撮ってたもんで、お宅のお店の後ろの、なんかカルシウムがどうだとか、なんか成分表がこう説明書きがあるじゃないですか、壁に。あれがそのまま映り込んでるんですけども、全然問題ないと思います。そうですか。ごく一部の見る人が見たら、あ、団地の店じゃねえかって分かると思うんだけど、いいかね？もうなんか学会、近くの学会の方には、もう豊田さんの、豊田さんを調べた方がいまして、で、チラシをですね、お父さん渡されまして、で、なんか裁判がどうのこうのとかいうチラシ、こういう人だから気をつけなさいみたいな感じで、それがもうみんな回ってるんで、だからもう、全然問題ないです。そうですか。じゃあ、堂々とも、堂々と行きましょうね。どうぞ。本当に、やばいやつだから気をつけた方がいいですよ。って言っといた方がいいですかね。いやいやいや、やめてくれよ。学会と裁判になったのは事実だからね。だけだけど、ど、動画で見つけました。あ、そう、最動画近、で？ま、はい、まあ、ずっ動画と動で画、ありますね。あったかね？なんか、ありました。僕のホームページの、トップページにも経緯を堂々と書いてますからね。そうなんですか。あれがもう全てですから、あれを一通り読んでもらえれば、何が起きたか、そして結果はどうなったかは分かりますよ。それ見てないです。あ、そう、僕のトヨタドットあとで見ておき TV、ます。トヨタドット TV っていうホームページがあるから、そこの一番トップページにも、顛末はもう書いてますんでね。書いてる。そうですか。顛末書いて問題ないような内容ってことですよ、こっちにしてみれば。そうですよね。なんか、10万円支払って。そう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 。1170万ぐらいの請求に対して、10万しかになんなかったんだよね、和解金が。そうなんですか。結局こっちが堂々と書けるっていうことは、
向こうが、創価新報に取り上げてね、いろいろ何か、豊田悪人説みたいなのを一生懸命作り上げてたけど、まあ、悪人であることは否定しませんけども、向こうはなんとかそれを奇化として、豊田の言うことを聞いたらダメだ、聞いたらダメだっていうふうに、なんとか持ってきたいだけのことだからね。はい。じゃあ、大した。うん。はい。一通りのこの今とっかかってる動画が終わったら、さんたち一家がこの学会とガチンコして学会入信してくるっていうこのドキュメンタリーを発表したいと思います。で、役職名だけ、来てた役職名分かります？男二人の、本部長と、それは総年部、総年部本部長、総年部の本部長と、と、ちょっと分からないですね。聞いときます。聞けば分かりますよね、今ね、探り入れれば。お父さんに聞けば。じゃあ、それだけ役職名だけ聞いといて、はい、聞かしといてもらえれば、はい、すぐ LINE 入れます。総年部の本部長って言ったらね、4社の一番トップですから、その地域のね。それがあのざまだった。若い方が。そうそうそう。本部長。あのざまだったっつうのは、非常に。黙ってた方。もうひたすら黙ってるしかないという。そうですね。あれはでももう快勝でしたよね。ああ、そうなんですか。うん。101、100-0の戦いでしたよ。でも、あそこからどうやって今後行けばよろしいですかね。いや、もう、ああいう人たちはもう、半分、準職業幹部みたいなもんだから、はい、よっぽどのことがない限り脱会はできませんよ、あいつたちはね。できないんですか。ああ、ちょっと現職のまんまじゃ厳しいでしょう。現職の総年部本部長じゃちょっと厳しいから、はい、ああいう人が脱会するプロセスっていうのはね、はい、身内親族や本人になんかそのどうしようもないでかい事件が起きるんですよ。そして、はい、で本人が学会に少しこう疑問を抱き出すわけね。あるいは病気みたいなことや事故みたいなことでその学会活動ができなくなっちゃうわけ。時間が取られなくなっちゃって。なるほど。そして今度副役職に就くんですよ、ああいう人は。学会っていうのは飼い殺しをして手放さないようにするから役職を完全にカットしないんですね。だから総年部4社の本部長ということになれば、総年部本部長ということになれば、要はその副本部長か、もうちょっと落とすかもしれないね、副支部長ぐらいに。それで官職に、いますね、今いっぱいいますよ。で官職につけといて学会が集るやね。で本人たちはそこでまずその大きなバチとは言わないけど、大きなそのトラブルが起きたことによって心がまず動揺するわけですよ。そして感触についたことによってちょっと冷静にものを考える時間ができるのね。それでネットなんかこうちょっと見ちゃったりするわけよ、そういう時に暇だから。そうすると自分のもやもやしてきた疑問と、それからネットで脱会した関係の人たちが、やってるような内容、まあ、僕の YouTube とか、ああいうものをついつい見ちゃうわけ。なるほど。そうするとだん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 その疑問と、それからネット上で言われてる内容、まあ、脱会した人たちの言ってる内容が、どん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 リンクしていくわけですよ。うん。そうして、連絡が来る可能性はあるね。ああ、じゃあそこまで待ってなきゃいけない感じですか。まあなんかアクションは起こさない方がいい。いやいや、起こすにガン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 行くんですよ。それは今のこのコロナ禍でできうる範囲の、それは職務業はやるべきですわ。はい。ただ会ってくれるとかくれないって問題になってくるからね、今度。はい。もうでは裏切り者になって、そして、もうみんな頭がおかしくなったんですって、そうやって周りに吹聴するから、はい、彼らは。はい、だから、それで、その自分らが動こうとしたときに、その相手側が会ってくれるような学会員がいるかどうかの問題なんだよね。うん、強人扱いですから。確かに。うん。まあ、でも、とにかくこういう機会でも、こういう時期でも、
何かやっぱり桁業を真剣にやり続けなきゃ、それはやっぱりまずいと思うんですよね。はい。はい。で、近いんだから、前も言ったように、はい、はい、お宅はそんなにコロナ心配してないお宅だから、はい。だから、呼んでくれ、呼んでくれれば、また飛んできますし、はい、本当ですか？月に一遍か、二ヶ月一遍ぐらいはさ、お父さんお母さん交えて、ミーティングやりましょうよ。はい、本当ですか？うん。ありがとうございます。うん、はい、そうしていかないと、やっぱ新人っていうのはどうしても、ポツンとなっちゃうと、だん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 冷めていっちゃうもんだからね。はい、で、今、こうやって話して大丈夫なんですか？ああ、まあ、もう乗りかかった船だからいいですよ。これはもうこれで。はい。いや、ぶっちゃけ言うとですね、うん、まあ、僕と、まあ、僕家族全員なんですけど、うんうん、今、まあ、いろいろその学会の時代の、ことからこう召集に来て比べるじゃないですか。うんうん、で、そうすることで、なんか、非常に家族全員、こう、ある意味、怒りに満ちてるというか、おお、もう、尺目で返してやるみたいな、おお、もう、尺目の一言しか今ちょっと考えてないみたいな。おお、素晴らしいです。で、どこから攻めようか。っていう、うん、で、その、さっき豊田さんがおっしゃったように、一人言っちゃうと、みんなシャットダウンしちゃうんで、うんうん、その辺をシャットダウンしないように、なんていうのかな、ある意味じゃ、奇襲というか、なんか、いい感じで、全員にいっぱいいるんで、うん、そういう人たちになんとかこう、一回釈伏できないかなっていうことを、こう、話し合ったりもしてるんですけど。うん、で、その前に、長野に身内がいるんで。長野？奈良？はい。どっち？長野。あ、長野ね。あ、なんか、おっしゃってたよね、お父さんね。はい。うん、まずそっから行こうって話になって。おぉ。はい。とりあえず、じゃなくて、100日まず頑張って、うん、で、あそこの、大石寺に一回行って、うんうん、それから、長野の釈伏行こうっていう話になってるんですよ。おー、素晴らしいじゃないですか。はい、その辺の詳しいことを、うん、もうちょっと煮詰めて、豊田さんに話を聞こうっていう話はしてるんですよ。あー、本当？はい、ある意味作戦会議みたいでもいいからさ。そうです。作戦会議。まあ、リモートでもいいし、はい、オタクと少し話してみて、その、戦い方は僕らもいろんなパターン、いろいろメニュー持ってますから。ええ。ええ、だから、そういう点でも、ご参考になると思うんですよ。はい、そうですね。うん。うん、はい。はい。よかった、今日でも、はい、お話できて、どうしてるかなって心配してたんでね。あ、本当ですか。ええ。はい。じゃあ、そういうことで、今後も、そういう、気にせず、お互いコロナあんまり気にしてない種族ですから、はい、そうですね、お行き合いしたりなんかしていきましょうよ。はい。はい。はい。ぜひ。はい。じゃあ、また、ぐるぐる回っていきますけど、はい、また、まあ、1回目はこんな。どうやって、やるんですか、ミュートは。ミュートは、画面をなんかちょっと、アイコンかなんかを回してもらうと、うん、画面が出ると思うんですね。あ、通話して、それ下の方になんかマイクの表示があるはずですよ。はい、ありました。それをポチッと押せばミュートになったじゃん。なったなった。なりました。OK です。